おととい都内で撮られたものです。それが？こっちのスーツの男、関西近江連合直参、二階堂哲夫。近江か、確かに気にはなるが、緊急で招集かけるほどか。ですがこっちの鉢巻は皆さんもよくご存知のはず。誰だ？六代目、いかがで。近江連合合流会会長、合田龍二。なんだと？こいつ死んだはずじゃ。おい安住、どうないなっとんのや。5年前のうちと関西の抗争、ご存知のようにあれの糸を引いていたのがこの合田です。その後姿を消していたのですが。なんや、ゾンビにでもなって帰ってきたんかい。何にしてもタイミングが良すぎる。2日後にはカムロ町ヒルズの竣工セレモニーです。登場会の幹部も全員が顔を揃えます。西島は中国で商談中だろ。そしたら全員とちゃうな。ほぼ全員です。思い出したわ、その二階堂、今イケイケやけど元は合田の弟分やった男です。合田が消えた途端関西で頭角現しおったんですわ。問題はなぜ今この二人が東京にいるのか。何か匂いませんか。なるほどな。真島さん。あ？ヒルズの竣工セレモニーには登場会の威信がかかっています。せやな。他の組とも連携して警備の強化を。采配はお任せします。ふん。おやじ！こらボケ！何やっとんじゃ！やっぱほんまもう迫力がちゃうな。最高や。まさかゾンビとやり合える日が来るとはのう。親父、早く死体出すぞ。行くで。がっかりさせんなや。Oh!
化け物？なんや、ゾンビとちゃうのがおるんかい。
こりゃどないな設定やねん。マニアックなゾンビやな。あ、真島や。安住です。真島さん、今どちらで？あ？ヒルズのセレモニーですよ。もうとっくに始まっています。幹部も全員揃っている。わかっとる。もうつく言うとけや。真島さんよ。あんた、どういう条件で？一体、何様聞いといて？そっちにも出よったな。よっしゃ、待っとるよ。
上会の真島組長とお見受けします。お初にお目にかかります。自分近江連合の二階堂を言います。知っとるで、西の極道で一番そろばん弾くのがお上手いう評判や。そら光栄ですわ。で、わしに何や用かいな。引き止めといてなんですが、お急ぎになった方がええ思いまして。ん？おたくらの大事なヒルズ襲撃されてえらいことになっとるらしい。あそこ登場会のおれきれきも顔揃えてはるんちゃいまっか。はあ、えらい早耳やな。ほな、またお目にかかりますわ。やっとるな。よっしゃ。おい、そっちはダメだ。戻れ、戻るんだ。あんたあいつは。くそ。もういい、早く閉じろ。急げ、奴らが来る。Come on.
派手なセレモニーやないけ。正面からは入れません。あちらから裏に回ってください。まだまだおるの。
真島さん、あんた今まで何やってたんです？なんや、またお前かいな。安住、あんた警備担当だろうが、何人死んだと思ってんだ。ああ、わしのせい言うんか。だほ、そらお門違いやで。じゃあ誰のせいだってんだ。え、そらお前、ゾンビ送り込んできたやつやろ。てめえ、おちょくってんのか。よせ、そんなことしている場合か。しかし、ご無事で何よりでした、真島さん。六代目もこの一件で古参の幹部も半数近くやられました。東城会、いや神室町そのものが壊滅寸前です。みたいやな。それと一つ気になる話が。あ？神室町中にある東城会系の組事務所、今回の襲撃はそこが発端になったようなんです。つまり誰かが意図的に東城会を狙ったと。ああ、さっき二階堂いう小僧が挨拶してきたわ。決まりだ。二階堂のバックには合田、それに近江連合。しかし狙いがうちとして、こいつはもう極道の構想なんかじゃない。近江がここまでやるとは。そんな悠長なこと言ってられんでしょうが、すぐに報復の準備をするんです。極道が舐められたらそれこそ。よう動くしたやな。どないな作りになっとんねん。ああ、もうすぐ夜やで。次のパーティーの話はまだ早すぎなんとちゃうか。おお前ら、死にとうなかったら店の棚窓に寄せるや。女子供は多く、食い物と水は数数えて配給せや。さっさと動けよボケ。はい、はい、これもまた足りないじゃないの。おじさん。あ？ありがとう。私たちのこと助けに来てくれたんでしょ？お、お、おじさん、正義の味方だね。私何でもお手伝いするから。なんや、調子くるな。なんだりゃ。会長、ご無事で。もう大丈夫ですか。なんでこいつ。バカな、これじゃ奴らが入ってきちまう。おれ、みんな入ってきやがった。うわ、真島さん。やっぱ東城会はアホばっかりや。
大好きやで。同感ですよ。おじさん、頑張ってね。
りだ。マジマさんは、わしはな、ちょっとやぶようじゃ。マジマさん、あんたおとりに。おじさん。なあお前ら、おいしいごちそうやで。かかってこいや。マジマさん、一人で美味しいとこ持ってっきだ。なんや、
今頃気づいたんか。店の方はもう大丈夫です。離脱しましょう。六代目死なすわけにはいかへんしな。真島さん、食い足りんかったとこや。俺もそう思ってたところです。六代目、雑魚どもは任せたぜ。真島さん、またいいとこ取りだ。助かったよ。しかし、あんた何者だ？私は、賽の河原の者です。賽の河原？それは確か。真島さんは、よくご存知のはずで。ああ、覗き魔の秘密基地やな。花屋は、うちのボスは覗き魔じゃありません。情報屋ですよ。カムロ町一の。余裕は。そうか。サイの河原はまだ生きていたんだな。花屋がお二人を呼んでいます。ついてきてもらえますかね。わかった、案内してくれ。ふっ、ま、しゃあないの。なんだ？
ってやるぜ。ここが犀の河原か。花屋は一番奥の屋敷におります。
では、私はこれで。おう、ご苦労さん。ゆっくり行きましょう。花屋のところへ案内させていただきます。久しぶりやな、花屋。お噂は金がね。ゆっくりご挨拶したいところですが。そうも言ってられん状況ですな。町中にある東条会系の組事務所、やつらそこから現れ始めたらしい。だが犠牲になってんのは筋もんだけじゃねえ。あんたら誰を敵に回したんだ。サイの河原も質が落ちたの。まだそんなこと言っとんのかい。情報が多すぎるんだよ。おかげで筋道つけんのに時間ばっか食っちまってんだ。近江連合の合田隆二、ご存知ですよね。ああ、半年くらい前から都内で見かけるようになった。そんなに前から。ずいぶん落ちぶれたように見えたが、4日前、その合田に近江連合の二階堂という幹部が接触してきました。二階堂？聞き覚えはあるな。検索ヒットしました。メインモニターに出します。うちはこの二人が臭いと睨んでいます。そのバックには当然関西近江連合。しかし奴らこんなことをして何のメリットがある。確かに東条会にも打撃だろうが、ここまでやるとは。だから俺は近江連合と話をしなきゃならない。ボス、二階堂の居場所が分かりました。神室町のバッティングセンターです。合田も一緒なんか。いえ、合田は未確認です。今探しています。ほな、そっちは後回しやな。バッティングセンターにはわしが行く。真島さん。あ？俺が近江と話をつけるまでは手出し無用です。二階堂のことは待ってもらいます。なんやと？花屋さん、申し訳ないが近江連合の会長とテレビ会議がしたい。頼めますか？準備させよう。しばらく待っているといい。
真島さん。金貸しか。ああ、確かスカイファイナンスのなんたらいう。秋山ですよ。真島さん、どちらへ？お前の知ったこっちゃないわ。なんかカリカリしてますね。よかったらいいとこ行きません？ストレス解消にもってこいのとこ。なんや。例えばバッティングセンターとか。ああ、あかんあかん、六代目に止められてんねん。そんな勝手できるわけないやろ。そうっすよね。まずいっすよね。せやけどお前の強引さには負けたで。よっしゃ、おっちゃんもついてったろ。そう言ってくれると思ってましたよ。ただただなんや。ここから先は片道切符かもしれませんよ。先にバッティングセンターで待ってます。準備ができたら声かけてください。ああ、ご苦労さんやな。二階堂どこや。よう、ここが分かりましたな、真島さん。あんたのごっつい大衆のおかげや。すぐに分かったで。せっかく来ていただいたんですがね、あんた相手にしとるほど暇やないんですわ。つれへんの。ノリの悪い関西人や。真島さん。そいつがお相手しますよって堪忍したってください。ビビっとんのか。ビビってなんかないっすよ。心がけや。行くで。おっしゃ。
こや。あれね、もう腹いっぱいっすよ。デザートや別腹やろ。つまり今回の件、近江連合は全く関知していないと。知りまへん。とんだ言いがかりですわ。大体何ですか、そのゾンビいうんは。他に言いようがありませんので。しかし、ではなぜそちらの二階堂さんがカムロ町に。仕事でしょうな。ただ東条会さんと勝ち合うようなもんやありまへん。そんな話を私に信用しろと。そんな話、なんや失礼やありまへんか。でしたら二階堂さんほどの幹部が今このカムロ町にいる理由、納得いくようお聞かせいただけませんか。ええ加減にせんかい。知らん言うとんねや。グダグダ言わんと証拠があんのやったら見せてみ。わかりました。ではもう一つだけ。今東京に合田隆二がいることは。何？ご承知かと思っていましたが、合田は唐の昔に破門にしとります。うちはもう関係ありまへんのや。その言葉に間違いありませんね。ありまへんな。お前は